ピグマリオンは、ジョージ・バーナード賞による戯曲である。舞台ミュージカル、マイ・フェアレディ及びその映画化作品、マイ・フェアレディの原作にもなった。マイ・フェアレディ・ライザという日本語の役題も存在する。1912年に完成し、1913年にウィーンで初演された。 ロンドンの公演では名女優、パトリック・キャンベル夫人が演じて、大好評を博し、賞をイギリスで著名な劇作家に押し上げた。音声学の教授であるヘンリー・ヒギンズが、強いコックニーなまりを話す、花売り娘、イライザ・ドゥーリトルを訓練し、大使のガーデンパーティーで、公爵夫人として通用するような上品な振る舞いを、身につけさせることができるかどうかについて、 賭けをするという物語である。ヒギンズはこのために最も重要なことは、イライザが完璧な話し方を身につけることであると考えて、これを教授する。この芝居は初演当時のイギリスにおける厳密な、階級社会に対する辛辣な風刺であり、かつ、女性の自立に関するテーマをも扱っている。ロンドンの下町の花売り娘イライザは、誰の発話からも、 出身地を当てるという音声学の天才である、言語学者ヒギンズと、ひょんなことから出会い、彼の家に押しかけ、もっと良い仕事に就くために洗練された喋り方を、教授してくれと頼む。実験精神に富んだヒギンズは彼女を家に住まわせ、彼女のコックニーなまりをレディらしい英語に直す。イライザの父親が、ヒギンズの家に押しかけてくるなどの、ちょっとした騒ぎもあるが、イライザは、 地の滲むような話し方の訓練を受ける。ヒギンズとその友人のピカリングは、修行の仕上げとして、イライザを、舞踏会に連れて行って、レディとして通そうとし、3人はこれに成功する。しかしながらイライザは、立派にやり遂げた自分に対してあまりにもヒギンズが、大人としての敬意を払わないことに起こり、ヒギンズの家を出て行ってしまう。 イライザがいなくなったことに驚いたヒギンズとピカリングは、ヒギンズの母の家で、イライザを見つける。イライザとヒギンズは対決する。イライザは友人であるフレディと結婚するかもしれないと、述べ、ヒギンズはこれに動揺する。イライザは、自分の父親の結婚式に出席すると言って、ヒギンズに別れを述べて出て行ってしまい、ヒギンズはイライザが帰ってくるはずだと自分を慰める。 タイトルになったピュグマリオーンというのはギリシア神話に登場するキプロス島の王である。現実の女性に失望していたピュグマリオーンはある時自ら理想の女性ガラテアを彫刻した。その像を見ているうちにガラテアが服を着ていないことを恥ずかしいと思い始め服を掘り入れる。そのうち彼は自らの彫刻に恋をするようになる。それゆえ ピグマリオンコンプレックスは競技に人形変愛称を意味することもある。この神話はビクトリア朝イングランドの劇作家の間では流行していたテーマであり、ショーに影響を与えたものとしては、ウィリアム・エス・ギルバートが執筆し、1871年に初演されて好評だった刺激、ピグマリオンとガラテアが挙げられる。ショーはおそらく、ビクトリア朝のバーレスク版である、ガラテア。 アベコベ・ピグマリオンもよく知っていた。ヘンリー・ヒギンズのモデルとしては、アレクサンダー・メル・ビルベル、アレクサンダー・ジョン・エリス、ティト・パリアル・ディーニなど、複数の音声学者が参考にされており、その中で、最も影響が強いと言われているのが、ヘンリー・スウィートである。スウィートは、ビター・スウィートともあだなされ、変人であったため、大学に迎え入れられることはなかった。しかしながら著作の一部は、 オックスフォード大学出版局から出ている。ヒギンズとピカリングの人物設定には、シャーロックホームズとワトソンのパロディが読み取れるとも、言われている。この他、ショーが参考にした作品としては、ウィリアム・シェイクスピアの、ジャジャウマならしが挙げられる。ショーは、ジャジャウマならしにおける賭けのプロットを強く批判しており、ピグマリオン執筆時に、賭けのプロットを書くにあたって、 ジャジャウマならしに対する批判を反映させた。このほかおとぎ話、シンデレラもヒントの一つになったと考えられている。ショーはこの儀曲を1912年の初めに書き、6月には、著名な女優であるパトリック・キャンベル夫人に読み上げて、聞かせていた。キャンベル夫人はすぐ乗り気になったが、ちょっとした、神経衰弱のために、ロンドンでの上演が遅れることになってしまった。 ピグマリオンは1913年10月16日にウィーンのホーフブルク座で初演され、この時に使用された台本は、ショーのウィーンでの代理人で信奉者でもあった、ジークフリート・トレビッチによるドイツ語分けであった。ニューヨークでの初演は1914年3月24日にアーバインプレス座で行われ、これもドイツ語版であった。 ロンドンでは1914年4月11日に、サー・ハーバーとビアボーム・トゥリーのヒズ・マジェスティーズ・シアターで、初演され、イライザ役をキャンベル夫人、ヒギンズ役をトゥリーが演じ、118公演が行われた。ショーは演出家や役者たちと共に、嵐のようなリハーサルを行い、怒りに任せて、誰かが劇場を出て行ってしまうために、 リハーサルが中断されるというようなことがしばしば起こったという。ピグマリオンはショーの戯曲の中でも最も幅広い人気を博している作品であった。しかしながら、ウェストエンドの劇場で大スターが出演している楽しい演目を見たいと考えている一般の観客の間でも、また一部の批評家の間でも、お気に入りのキャラクターであるイライザとヒギンズの間の ハッピーエンドが望ましいという要望があった。1914年の上演では、ヒギンズ役の俳優で、劇場主であった、ビアボームトゥリーが、ショーの、もともとの結末を、もう少し甘いものにしてしまった。ショーは、この変更に非常に苛立っていたため、1916年、以降の万葉の後書きとして、後に起こったことという文章を書いたが、その中では、 ヒギンズとイライザが結婚するという結末は不可能であるという理由を明確に説明している。この後書きで章はイライザはヒギンズではなくフレディと結婚することになるはずだということを明確に述べている。章は1938年までイライザの運命が逆転してヒギンズと結婚してしまうような結末に抗い続けた。 本作が映画化された際、脚本を担当した章は、ガブリエル・パスカルにフレディとイライザが一緒に暮らすという終わり方を提示した。章は、スニークプレビューで初めて、パスカルが勝手に結末を変更したことに気づいたという。ミュージカル及び映画のマイ・フェア・レディにおいても似たような結末の変更が実施されている。エブリバディーズ・マガジンの1914年11月号に、 掲載されたアメリカ初版議局は版によって、若干の行の移動がある。例えばプロジェクトグーテンベルクのオンライン版を見ると、ヒギンズがイライザに言う非常に有名な発言イエス、ユースカッシュのキャベツ、リーフ、ユーディスグレースツーザノーブルアーキテクチュアオブディーズ、コラムス、ユーインカーネートインすると、 スーザ・イングリッシュ・ランゲージ。I could pass you off as the queen of Sheba というセリフがカットされているが、このセリフは極めて有名であるためほぼ全ての上演版で使用されており、1938年の映画版や、マイフェア・レディの舞台版、映画版両方で聞くことができる。1938年の映画版。 ピグマリオンの共同監督、アンソニー・アスキスは1920年にキャンベル夫人が主演したピグマリオンの再演を見たが、この上演ではイライザが、It's my belief as how they done the old man in というセリフを言っていたことを覚えている。アスキスによると、アズハウはショーの台本にはなかったが、これを加えたおかげで、イライザのセリフに色彩と、 リズムが出ていると思い、キャンベル夫人がアドリブを使いこなしているのだろうと考えて気に入った。18年後、アスキスは映画撮影の際にウェンディ・ヒラーのセリフにこれを加えた。原作技局ではイライザのテストは大使のガーデンパーティーで行われるが舞台上ではこの場面が描かれない。1938年の映画では ショーをはじめとする共同脚本家たちはこれを大使館での舞踏会の場面に変更した。議曲中では言及されるだけである、恐喝屋の翻訳家ネッポムクが映画では登場しているが、名前は監督のガブリエル・パスカルによってアリスティド・カーパシーと変えられている。パスカルはハンガリー人であり、イライザはカーパシーにハンガリー王女と間違えられるという設定にした。 マイフェアレディでは、この翻訳家は、ゾルタン・カーパシーとなっている。おそらくこの名前の変更は、聖人であるネポムクのヨハネが国会の秘密を漏らす、ことを拒否して殉教したカトリックの殉教者であるため、カトリック教徒を不快にしないように行われたもので、あると推測される。1938年の映画版で、 有名な発音訓練ザレーン・スペイン・ステーズ、メインリー・イン・ザ・プレーント、イン・ハートフォード、ヘレフォード、アンド・ハンプッシャー、ハリケーンズ・ハードリー・エバー・ハップンが導入された。どちらも原作技曲にはないセリフである。ショーの映画版の台本は1941年に刊行された。ピグマリオンはショーの作品の中でも最も人気が高い。 非常にロマンティックに改造された1956年の舞台ミュージカル版マイ・フェアレディとその映画化である1964年のマイ・フェアレディの原作として広い観客層によく知られている。ピグマリオンは初演当時から文化的、言語的な壁を乗り越えて広い層にアピールした。大英博物館はポーランド、フランス、ロシアなどの初期の上演の資料を所蔵しており、 研究者のアンサマーズは、第3幕の多く、ノット・ブラ o o d ライクリ e という有名なセリフを、どう訳出すべきかということは、各国語版翻訳者の頭を悩ませてきたと、コメントしている。ジョセフ・アイゼンバウムは開発した、人工知能コンピュータプログラムにイライザと命名したが、これはこの作品のキャラクターであるイライザ・ドゥーリトルから、取ってきている。訓練によって、 女性を変身させるというプロットは映画シーズ・オール・ザットやプリティ・ウーマンなどにも影響を与えている。日本における類似の作品としては石川達造の結婚の生態があり谷崎潤一郎の知人の愛はパロディとも考えられる。コレクターなども含めてピグマリオンコンプレックスと呼ぶことがあり小野俊太郎に同名の著書がある。 イライザ役のジュリー・アンドリュースとヒギンズ役のレックス・ハリソン、1956年のミュージカル版、マイ・フェアレディ撮影監督、ハリー・ストラドリングとオードリー・ヘップバーンが1964年のマイ・フェアレディのセットにいる写真。ありがとうございます。